青空 FM 第24回目。第24回目はゲストに岩島さんをお呼びしています。岩島さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、それでは。それでは、勝手に乾杯をしますか。やったぜー。乾杯。お疲れ様でーす。いやー。というわけで、いいですね、飲み収録です。金曜の夜に酒を飲んで。確かに、花金ですね。花金ですね。じゃあ、軽く自己紹介からお願いします。はい、リスナーの皆さん、こんにちは。イワシマンと言います。よろしくお願いします。ハンドルはひらがなでイワシマンですけど、アルファベットは IWASIMAN で大体統一をしています。以前はビズキャンで活動していたんですが、2017年の夏頃に、エンジニア界隈でリブートしてブログを復活させまして、去年あたりからあちこちイベントに行くようになりましたら、こう、知り合いがどんどん増えて、どんどん楽しくなって、無限ループにはまってしまいました。という感じでやってます。お仕事の方は、2月にしがないラジオの方でいろいろ語ったんですが、90年代後半の、超氷河期の時代に、金融系のシステム会社に入って、半年で転職をしまして、紙駆動転職をして、まあその頃ものウェブ系とか全然なかったと、というか、インターネットがそもそもできたばっかりだったので、今でいう SI や NIT と呼ばれている会社、まあ正確には総合 IT ベンダーなんですけど、に入りまして、その中でいろいろあって、スキルを積んで生き残ってきたという感じです。で、仕事の方は、まあ僕の会社ではエンジニアみんなシステムエンジニアって呼ばれているんですが、まあ多分ほとんどソフトウェアエンジニアと変わらないところだと思います。実際に、要件定義とお客さんの前で話もしますし、メインは、詳細設計とか実装とかテストのあたりですね。役割的には、アーキテクトといってですね、アプリケーションのアーキテクチャを考えたり、手順書を考えたり、ルールを考えたりとかして、チームのメンバーを、後に進むメンバーをこう円滑に進められるようにしていくっていう、どううまく作っていくかの領域にフォーカスをしています。で、メインは Web アプリケーションの開発なので、Web 技術を扱うエンジニアという意味では Web エンジニアのはずなんですけど、いけてる Web 系企業のエンジニアという意味では違うので、自分が何エンジニアなのかよくわからないという人になっています。っていう感じですかね。はい。はい、ありがとうございます。で、まあ大体この青空 FM って楽しいことをなんかテーマがあってって感じなんですけど、はい、まあ今日すごくいっぱいテーマがあるんで、はい、なんかノリと勢いで適当に質問していく感じで、はい、それでお願いします。いこうかなと思います。で、早速、自己紹介からちょっと、深掘りしたくて、まあ、アーキテクト的な立ち位置ってことをおっしゃられていたんですけど、はい、まあ、それって、いわゆる基本設計的な、まあ、こういう要件に対して、こういうシステム構成にしたらいいよね、とか、はい、まあ、こういうデータの持ち方とか、はいはいはい、まあ、そういったところを決めていく感じだと思うんですけど、はい、まあ、そういうのって、どういう勉強をしたら、なんか俺はアーキテクトできるぞみたいな、あ、なるほど、こと言えるのかなっていうところをちょっと聞いちゃって。そうですね、うん、まあ、僕はスキル的で Java がメインだったんですけど、たくさんいろんなプロジェクトをたくさん巡り巡って、うんうん、多分入社してから70、80ぐらいプロジェクトを多分やってたと思うんですよ。数えると実は。そうですね。そういう中で経験を積んできたっていうのもあるし、あとは情報処理試験で言うと、最上位の資格にシステムアーキテクトっていう資格がありまして、僕はそれを持ってるんですね。世の中的にはプロマネの方がどうも重要視されてるらしいんですけど、はい。で、このシステムアーキテクトは結構難しい試験でですね、うん、午前の問題は暗記すればまあできるんですけど、うん、午後は論文なんですよね、うんうんうん。で、僕はこういうシステムを目の前にしていて、アーキテクトとして活動できました。こういう問題があったので、こういう方法を工夫して解決して、成功に導くっていう、小説みたいなのを書くような感じなんで、ここで文章を書けない人はみんな怒ってしまうっていう、結構難しいなんですけど、まあ、そこで受かったのと、あとはプロジェクトの中で役割としてですね、よく向こうの会社では基盤化とか部品化っていう言い方をするんですけど、なるべく誰もが使えそうなところはなるべく共通化して共通クラスから呼べばいいようにするとか、メンバーの一人一人ができやらなきゃいけないことをなるべく少なくするんですね。うんうん、まあ、オブジェクト処理、簡単に言えば親クラスに処理を集結するとか、あれに近い感じなんですけど、なんかそういったところで言うと、まあ、そうですね、そのシステム構成というとちょっと広すぎるので、はい、まあ、その今の若い人が多分知りたいところって、はい、なんかさっき言ったようなオブジェクト思考とかもそうなんですけど、はい、なんかいいコードを書きたい、はいはいはい、でもなんか勉強の仕方わからないとか、はい、なんか指摘されないとわからないって、ああ、なるほど。で、結構自分が書いたコードを、まあいいって思ってる人はあんまりいないと思うんですけど、はい、
見た時になんかいまいちだなとかめんどくさいなって思うんですけど、うん、はい、まあ、そこからどうしていいかわからない。あ、でその時の対処法でよく言うのが、なんかソースを見た方がいい、例えば、うん、GitHub のソースを見た方がいいとか、はい、そういう話になるんですけど、はい、ぶっちゃけソース見てどうにかなる人って、うん、あんまいないと思うんですよね。っていうところで、その経験っていうのはまず大前提あるにしても、はい、まあ、そうすると、むやみにじゃあ会社で席に座ってりゃいいのかって話になっちゃう。それも違うと思うんで、まあ、僕も今ちょっと悩んでるところあるんで、なんか若い人向けにそういう難しい質問を投げるなって感じなんですけど。僕がスキルアップしたのは GitHub とかは全然話題になってなかったので、うん、なかったし、Java のストラットとか、JSF とスプリングのソース見たことは僕はほとんどない、うん、お、そうなんですね。フレームワークのソース見るとよく聞きますね、うん、あ、そうですね、まあ、最近の方が見るかな、 PHP のフレームワークと、うん、ララベルとかのところ見たりとかしましたけど、うんうん、どっちかっていうとコードレビューを受けるとか、うん、自分よりちょっと年が上とか上司とかで優秀な人がいればそういう人のやり方を見るとか、うんうん、あとは世の中の本で結構一般的に評判がいいものですね、あの年月が経っても価値が弱わせないものっていうのはいくつかあるんですね。パッと思いつくのはですね、やっぱ、達人プログラマーとか、情熱プログラマー、あとは、分厚いんですけど、コードコンプリートっていう上位感がすごい、もう、プログラミング全部上から下まで解説して、すごいものなんですけど、とか、あの辺を読んでいくと結構いいコードの書き方っていうのは出てきますね。で、見ていくと結構、なんか言語に関係なく役に立つような原理が多いんですよね、プログラミング言語って。だその辺に行き着くと、実は、プログラミングこれが強いとかこれはダメだとか、うんうん、なんか Ruby は死んだとか PHP は死んだとか Ruby な知らないけど何回死んだんだあの辺の議論はあんまり実は関係ないんじゃないかなっていうのが結構分かってくると思いますね。なるほど、そっか。リーダブルコードは読んだことある。あ、そうです、あれ有名ですよね。って言っても最近読んだんですけど、うん、そっか、達人プログラマーとかあのあたりがいいって感じなんですね。そうですね、リーダブルコードももちろんいいです。僕も会社の席にずっと置いてます、うん、やっぱり、うん、やっぱその、ひたすら書くっていうのがまず大前提。要はアウトプットするっていうのがあって、はい、で、かつそれを誰かにレビューしてもらうっていうのがいいってことですよね。はい、で、なかなか会社でそういう機会がないんであれば、まあ、勉強会とか、はい、なんだったらそういう機会を自分で作るみたいな、はい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 、すんげえハードル高いし、多分僕もできないと思うんですけど、はい、なんかツイッターで強そうな人にレビューしてくださいみたいな。あ、いい時代ですよね。できたらないいのかなみたいな、うん、まあ、なんかそういう場を作るのもいいのかなとちょっと思いますけど、ね、なるほど、うん、あとプロジェクトに途中から入ったら、うん、もうソースがある程度あるわけだったらそれを見て、あ、このプロジェクトよくできてんな、僕入ってもやすいなっていうのもあれば、あ、はいはいはい、わ、ダメじゃんこれっていうのもあるし、まあ、そういうところから学ぶっていうのもありますね。よくネットではクソコードとかよく言葉は悪いですけどありますけど、僕も経験あります、やっぱりそういうの。秘伝のタレっていうことを、あ、よく聞きますよね、結構秘伝のタレ。アンダロイド界隈だと、うん、はい、そういうふうに言おうっていう結構有名な本があって、うん、そういう言い方をするんですけど、そうなんですよね。なんか会社にやっぱ8時間いて8時間ぼっとしてることもできるし、やっぱ学ぼうと思えばいくらでも学べることはあると思っていて、はいはいはい、でそこで今言ったような、うん、プロダクトのコードを読み直すとか、自分で直すんだったらじゃあどこを直すのかとか、はい、で、まあ、先輩上司の人にもよるんですけど、うん、まあ、こういうふうに直したらいいと思うんですよねみたいな話に乗ってくれる人も、まあ、いればいいと思う。いるといいですね。そう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 いないときは辛いですね。いないと辛いですけどね、うん、なんでっていうこともあるんで、まあ、やっぱそういうところの工夫が大事って感じですよね、うん、あとやばい行動を実際に見て身をもって知るとかね。あ、そう、やらかすと一番いいっていうのはありますよね。うん、なるほど、まあ、そのソフトウェア開発スキル的な話を今ちょっとしたんですけど、はい、そのヒューマンスキルというか、はい、そのなんていうんですかね、例えば部下と話をするとか、はい、チームでやるときとか、はい、でなんか気をつけてることはありますってことをちょっと聞きたくて、まあ、はい、なんでこういうことを聞くかっていうと、はい、今結構そういう組織論とか集団心理学的なところ、最近割と流行ってますね、会話ですよね、勉強していて、まあ、チーム開発なんでそういう部分してた方がいいかなっていうところで、なんか勉強されてることとかあります、はい、っていう感じなんですけど。そうですね、読んだ本で言うと、うん、あと Google の人が書いたチームリークってあるように、はいはい、あの HRT の原則って、うんうんうん、ヒューミニティ・リスペクターのトラストって、あれすごくいい言葉だなと思って、自分には謙虚で人からは信頼されるようになろうってなりますね。あと心理的安全性って最近よくみんな流行ってますけど、あれもやっぱり大事だし、僕はですね、主任になった頃にリーダー研修ってやっぱ会社で受けるんです。そこでやっぱコミュニケーションの話とか、受けるんですね。新人との向き合い方とかね。
相手のことを尊重するとか、うんうん、名前で呼んで相手がいるのを認知するとか、うんうんうん、カタカタカタってやって知らない人しないで相手の方を必ず向いて心を開いて聞くっていう、うんうん、心理学のラポールっていうらしいんですけど、その辺が結構最近読んだ本とかのも共通していて、うん、やっぱり根っこは同じなんだなっていうのはちょっとありますね。なるほど。じゃあなんか特別やっているっていうよりも、まあ、気になった本があったら読むとか、はい、あの正直パソコンから目離して相手の方を見るみたいなのって、はい、ある種常識っちゃ常識じゃないですか、はいはい、まあ、なんかそういうところの、 その相手のことを考えてたら普通そうするよね、はい、みたいな、はい、ところをやってるっていうぐらい で、ね、特別っていうことはあんまないけど、あんまないかな、まあ、僕も超忙しい時は向き合っちゃうと、まあ、あるけどね、はい、ちょっと待ってみたいな、はい、これだけメモらせてみたいなことはよくあるって分かります。なるほど、なるほど。で最後にちょっとエンジニア的なところで、はい、聞きたいなと思ったのが、まあ、今そのソフトウェア的なところと、はい、まあ、そのヒューマンスキルというかソフトウェアじゃないところのスキルの話聞いたんですけど、はい、まあ、ひっくるめて今なんか一番勉強したいなとか、はい、まあ、今知ることでもいいんですけど、これちょっと興味あるんだよねみたいなあったらちょっと聞いて。興味があることですか。そうですね、主要なプログラミング今だいたい押さえておきたいなっていうのがあるので、うんうんうん、僕仕事でやれてないんですけど Ruby と Python も基礎はまあ学んだんで、最近はあの Go 言語とか流行って早いらしいので、ちょっと今年あたりちょっとどっかでかじろうかなとかは思ってますね、うんうん、あと AWS 界隈がやっぱりクラウド界隈最近すごいし、会社でも結構クラウドの話題が多いんですよね、うんうんうん、なのでそろそろその辺も勉強しないといけないかなと思いながら、ちょっとまだこれからです。なるほど。今聞いてちょっと2つお聞きしたいんですけど、はい、言語を学ぶときって、はい、どういうふうに学びますか。ああ。まず Amazon の書評とかネットのエンジニア系ブログを見て、うん、その言語でおすすめの本を探しますね。大体決まっているので、うんうん、それもやっぱランクがあってものすごい初心者向けとかエンジニア向けとかいくつかあるので、僕の場合もエンジニアなので超初心者向ける本はやめて、うんうんうん、エンジニア向けのこう現場で役立つような本を一冊ちゃんと読むとかですね、うんうんうん、まあ、ネットの情報収集もいいんですけど、やっぱ断片的っていうのがあるので、ああそうですね、やっぱ1個本ちゃんと読むといいんじゃないかなっていうのは思いますね、うん、やっぱ本読んだ後のアウトプットってやっぱ物を作る、はい、動くものを作るって感じですか。そうですね、実際に少しでもいいから動くものを作るといいでしょうね。まあ、僕も GitHub の先生にもあげたりとかないんですけど、うんうんうん、まあ、去年だと、JavaScript の Vue.js に初めて触れましたけど、うんうんうん、やっぱり一回仕事中で調べる機会があったんで、うんうん、まあ、すごい簡単なものとかたくさん作りまくって動きを確かめたりしましたね。なるほど。その時って、はい、そうだな、例えばビューで言ったら、はい、その JavaScript フレームワーク的な、はい、まあ、厳密に言うとフレームワークじゃないものがライブラリって言うんですけど、ね、そうそうそうなんであれなんですけど、ビューと、Angular と、はい、リアクトがあります、ね、リアクトでライトとか見ますね。あ、そうそうそう、と僕結構ライト好きなんですけど、どれがどういうもので何を解決してくれるのかみたいな、はい、なんでそのフレームワークとかライブラリを使うのかみたいなところも結構重要かなと思って、はい、そうですね、そういうところも結構気にされます。あ、しますね、しますね。あ、なぜそんなことをするのか、うん、どういう背景があってその技術が生まれたのかとか、うん、そう、その辺を忘れてただ流行ってるから、うん、それとかやると結構後で失敗しちゃうことあるよね。割とやっぱ駆け出しエンジニアを自認する方とか、うん、その辺がやっぱり弱くて、なんかね、続いて勉強したのがよくわかんないとか言う方も結構あるのかなって。レイルズ流行ってて、レイルズやっとけば飯食えるでしょう、ね、そう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 。レイルズやるみたいなね、あれ僕もレイルズは基礎あのネットのチュートリアルとかでやったんですけどね、はいはいはい、確かによくできてるとは思うんですけど、うん、他のフレームワークって特別ですごいってわけでもないんですね、僕からすると。そうですよね、うん、ちょっと持ち上げられすぎな感はあるかなと、うん、う最近ブートストラップっていう CSS、はい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 、フレームワークを使う機会があって、はい、でなんかもうブートストラップ使わないで、なおで CSS 書くとか、うん、なんか、その、修言じゃん。その、はい、修行する人の、修行する人なんだ。苦行みたいなことを会社の人に言われて、はいはい、そんなに楽なんだと思ったんですけど、はい、一からブートストラップでこんな感じってデザイン作るのはすげえ確かに楽だなって思ったんですけど、すでにある別のデザイナーが作ったデザインを、はい、ブートストラップに落とし込もうとすると、うん、なんかすげえ辛いんですよ。ありそうですね。レスポンスにしようとしたらここが重なるとか、はいはい、多分なんかいろいろ回避方法があると思うんですけど、はい、やり始めた時ってそれが全然わかんなくて、うん、なんか型に はめようとしてはまらないみたいなことですげえ今悩んでて、うん、で使っていくうちに結局ブートストラップってメディアクエリーを気持ちよく簡単に使えるって部分と、はい、まあグリッドとか
フレックスボックスが使えるってとこだけなんで、はい、もうぶっちゃけ自分でメディアクエリ書いた方が良くないみたいな、なんか最近ちょっと僕の中であるですね。で、なんか最近ちょっと悶々としているみたいな、なぜ俺はこのフレームワークを使おうとしているんだみたいなとこがあったりして。使わなくて主言者なんですか。そう言われたんですね。ああ、すげえな。なんで、でもその言われた人からにはこういう理由で使った方がいいみたいな全然出てこないんで、多分ブートストラップしか知らないからそう言ってるんだろうなみたいなのはちょっと、まあ、自慢したくなる気持ちもありますよね。わかりますよね、うん、まあ僕があんまり勉強していなくて、はい、ブートストラップのこと HTML テンプレートだとずっと思ってて、ね、CSS とは関係ないと思ってたんで、あ、なるほど CSS だったんだみたいなところから入ったってなるほど、了解です。それでちょっと、エンジニアの話はこんな感じにして、まあ、趣味話的なところに入っていくんですけど、はい、どうしよっかな、どっから行こうかな、まあ、悩んでる時間がもったいないんで今パッと目に入ったところから行くんですけど、はい、アニメって結構昔はそれなりに見てた感じですか。そうですね、10代の頃より大人になってからの方が結構見てるかもしれないですね、うん、なんか、まあ、事前に一応安直というか資料みたいなのもらってて、はいはい、気になったのがやっぱファンタジー、SF、はい的なところから、はい、あの始まってるジャンルが始まってたんで、なるほどみたいなところがあって、どの辺を見られてるのかな。ああ、そうですね、やっぱ基本日常系もいいけど、やっぱ全然自分たちの住んでる世界と全然違うような世界とか、うん、そういうのがやっぱ好きなのと、うん、まあ、後半で出るけど TRPG の舞台もファンタジーとか SF が結構多いので、うん、まあ、その辺かな。SF 最近は虐殺期間とかもやっとネットフリックスで見てすごく良かったですね。伊藤計画ね、うん。あと僕は 3DCG はあんま抵抗がない人なので、はいはいはい、シドニアの騎士とか、はいはい、青木茜のアルペジオとか、はいはい、もすごい良かったですね、うん。あとは SF ファンとして、国家機動隊とか、うん、サイコパスとかの部屋もデフォルトでかなり見てます。なるほど。そう、広角機動隊は、あれですか、スタンダードコンプレックスから、はい、サックも見たし、はいはい、アライズの方も見たし、新劇場版も見たし、すごい、もっと古い星、はいはい、はい、ゴーストインザセル、絵が怖い方のやつ、はいはい、イノセンス版も、イノセンス見ましたね。あれも怖いですね。怖いですね。でもすごい良かったですね。うん、あのトリップ感というか、シーマオルワールドが全開で良かったですね。原作の漫画とかも読まれてる。ありましたね。あの漫画って。あの、欄外にめちゃめちゃいっぱい。ですよね。あの、なんていう、注釈みたいなのついてる。あっちの方がなんか分量多いんじゃないですか。そう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 。あれをもう90年代ぐらいにもあったっていうのがすごいですね。いや、ほんとですよね、うん。結構その、なんていうんですかね、高齢化社会みたいな、その、はい、ザ・ VR、AR みたいな感じの技術的なところだけじゃなくて、はい、社会問題みたいな話とか、うん、まあ、このままこういったらこういう問題出てくるよねとか、こういう社会になるよねみたいな感じが。すんごい面白くて、うん、いやー、広角いいっすよね。いいっすね、あの辺りね。で、SF っぽいところでいくと、はい、いわゆるロボットアニメとかも結構見られたんですか。そうですね、うん、ガンダムは全部は終えてないんですけど、うん、最近はユニコーンがやっぱ好きですね。劇場版の逆シャップじゃないや、ゼータとか見に行ったし、なるほど。古いやつだと、ポケットの中の戦争とか見ましたね。ポケセン、ね、お好きですよね。大好きです。大好きですね。わかります。もうクリスマスになったらとりあえず見るかなみたいな。見て泣くかなみたいなありますよね。もうガンダムは、あれなんですか、基本的にアニメを見ているって感じ。そうですね、アニメ止まりかな。小説とか、まあゲームは多分あんまやられないと思うんですけど。ゲームはそこまでいかないですね。小説とかも小説もたくさんあるんですよね。まあ、ね、そこまで終えてないですね。なるほど。うん、アニメ、一番好きなの、どれかってあげるとしたら、どれだろう。いっぱいあってわかんないな。でも結構10代で子供の頃とか、初代のファーストガンダムとか見てたのかよくあやふやなんですよね。ああ、そうですね。時々見たかもしれないみたいな感じだし。まあ、再放送とかちょいちょいやってた、ね。あ、そう、再放送とかで見たのかもしれないし。あと学生の頃だと、ガンダムウィングとかも流行ったな。はい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 。あとは、その後の機動武闘伝 G ガンダムっていうのが、はいはいはい、ものすごくあれが、当時僕大学生やったんですけど、あれ結構テーブルトークゲーマーに向けたんですよね。あ、発着りがすごく。そうなんだ。これでガンダムありなのか。いや、ありだ。TRPG、へぇ。会話でも結構ガンダム、オタク多かったんで。うん、あ、衝撃的でしたからね。ねぇ。なるほど。じゃあ、やっぱりその、平成初期というか、はい。まあ、宇宙世紀ものから、まあ、ウィング、はい、G、X あたりが、まあ、やっぱり、
多いって感じですか、ね、か X はちょっとあやふやだな。あ、そうなかったかもしれないですね。X は朝とかやってたんですか、ね、あ、じゃあ多分見てないです。夕方だったのが朝に移ったか、うん、逆だったかもしれないですけど、だったりするんで。なるほど、なるほど。で、まあ、この話をしたのは、好きなモビルスーツは何ですかっていうところで、はい、まずジェガンっていうのが書かれていたんで、でね、まあ、ジェガンの話をしましょうはい。なんでジェガンが一番好きなんですか？それはですね、ジムの後継機ということで、長く使われた量産型だけど、いい機体。なるほど。スタークジェガンとかになると肩になんかいいですよね。はいはいはい。あれで実は戦艦とかも戦えるんですよね。いや、そうなんですよね。ジェガンっていわゆる量産機というか、はい、作品によってはやられ役みたいな扱いをされることも多いんですけど、結構最近の作品だとすごいかっこよく描かれてたりとか、いいですね。スタークジェガンなんか特務仕様みたいな。特務仕様ね。ものすごいかっこいいですね。エースパイロットが乗るみたいな感じになってて。なるほど。そうなんですよね。ジェガンって60年か70年ぐらい作品世界でずっと使われてる兵器で、はいはいはい、多分現実で60年使われてるなんて兵器は AK とか、うん、はい、機動兵器としてはないんじゃないかなという感じで、本当名機、本当名機中の名機なんですけど、うん、でもガンダムとか、はい、例えばザクとか、はい、もっとその有名どころってある、あ、もちろんありますよ、ね、あえて、まあ、そのなんだろうな、まあ、ジェガンっていうところを選んだのって、はい、その長く使われてる以外に何かあるんですか？そうですね。まず、フォルテさんがガンダムの人なんで、はいはい、ガンダムネタ振るといいのかなと。なるほど、なるほど。で、エンジニアとしての自分を考えると、多分僕は最新兵器に乗るんじゃなくて、多分、経験を武器に、ちょっと古い技術でも頑張ってるよ、みたいな人から、きっと、ジガナタに乗って、ガシ人公に道を示して、途中で死んじゃうかなと思って、なんとなくツイッターで乗るのがジガンです。言ってきました。なるほど。まあ、途中で知らなくても、いいっちゃいいと思うんですが。いや、でもすごいわかりますね。いや、そうなんですよね。なかなかガンダムに乗れる人は一握りなんで、うん、ガンダムに憧れて頑張るっていうのは全然いいと思いますけど、まあ、なかなか乗れないですからね。ユニコーンはそういう脇役のボディスーツの描写がすごい気合が入りまくっていて。そうなんですよね。あれ素晴らしいですよね。地上のトリントン基地っていうオーストラリアの話があるんです。はいはいはい。あそこでひたすら昔のモビルスーツが出てきて、ね、かっこよく散っていくっていう。そう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 。あと、バイアランカスタムっていう、うん。やたら活躍しましたよね、一人だけ。どう見ても、主人公をずらした機体じゃないんですけど。パイロットの顔もわかんないし、声もないのに、やっぱり無双して飛んで、おお、何これみたいな。綺麗な勝ち方じゃないんですよね。うん、普通に被弾とかダメージを言いつつも、うん、ひたすら相手を倒していくっていう、あの感じが、半端なくかっこいいっていう。うん、いいですね。いやー、いいっすね、いいっすね。そう、僕もアニメと結構たくさん見ますけど、やっぱり主人公の10代の子がやたら強くて、前の大人がバカっていうのはあまり嬉しくなくて、うん、大人は大人でかっこいいくて、子供は子供でまたいいっていうのが、ほうがいいのは、うん。宇宙世紀ものそれがかっこいいおっさんとかたくさん出てきますもんね。わかります、うん。おじさんかっこいいアニメ、結構名作ですよね。うん、なんだろうな、ファースト、まあ、初代ガンダムで言うと、スレッカー注意。ああ、いましたね。あと、序盤になっちゃいますけど、竜補正とか、あ、まあ、あの人も若いっちゃ若いんですけど、うん、まあ、主人公からすると先輩格な感じなんで、やっぱあのあたりが、かっこいいっすよね。ちょっとジオン側になっちゃいますけど、シャアと一緒に出てくる、はい、ドレンだったかな。ああ、艦長。なんとなく覚えてる。もうシャアとか、多分あの時、20前半とか、とかの多分年齢、10代ではないと思うんですけど、うん、年齢なんですよ。で、ドレンはもう完全におっさんなんですよね。滑覆のいい、多分30超えてるぐらいの。で、艦長で立ち位置なはずなんだけど、まあその若いシャアにちゃんと、はいはいはい、尊敬して敬語を使ってるあたりが。あでもちゃんと見せるところは見せて、まあ、ガンダムにやられるっていう、うん、感じの立ち位置。いいですね。あのあたりがすごいかっこいいですね。うん、ユニコーンの艦長たちも良かったですよね。うん。どちらかもう、うん。ユニコーンの艦長、ちょっとパッと名前出てこないですけど、うん、ネラガメに乗ってる艦長。はいはいはい、はい。最初は結構、ね、なんか、なんていうんですかね。そんな頑張らなくてもよくないみたいな感じの空気感なんですけど、うん、だんだんこういうバナージに当てられて、そうそうそう、最後もかっこいいんですよね。熱を持っていくっていう、あの感じがいいっすよね。いやー、そうなんですよね。その、
ユニコーン、まあ最近ナルティブっていうまたちょっと新しい。そうそう、あれ見たいんですけど。僕もちょっと見てないですけど、ナルティブめちゃめちゃいいらしくて、うん、見た人はなんか3回ぐらい、3回ぐらい行ってるぐらいらしいんですけど、まあ、その最近ちょっとユニコーンとかナルティブ書いてるのが福井さんって方の作品なんですけど、はいはい、ちょっとその、超常現象じみてるみたいな、うん、ニュータイプを神聖化しすぎてるみたいな見方をされることがちょっと多い面はあるっちゃあるんですけど、はい、個人的にあのバラージーがそれでもって言いながらすごい頑張り続けるっていうか、うん、あのただひたすらまっすぐな感じじゃないですか、うん、めちゃめちゃしんどいこと多いのに、はい、でもあのそれでもって言い続けて結果的にさっき言ったように館長とかいろんな人を変えていく、うん、でも拒絶もされるんですよね。ありますよね結構ね、まあ、フルフロンタルもそうなんですけど、はい、親衛隊の人いるじゃないですか、はい、うん、いましたね。名前が出てこないんであれなんですけど、うん、あの人とかも結構結局拒絶しちゃって、うん、分かり合えないみたいなところもあったりするんですけど、うん、それでも本当に言い続ける、それでもって言い続ける、あの姿勢が、うん、結構小説版から入って、あ、そうなんだ、アニメ版まだちゃんと見れてないとか、はいはいはい、飛び飛びでしか見れてないんですけど、小説で見るとあの感じがすごい。そうですね、アニメだと省略されてる話は結構ありますよね。そうなんですよね。バランジの描写とかはあんまり走られたりするんで、あの辺見ると、なんかそれでもっていいよなって、本当思いますよね。親衛隊の彼、面白いですね。面白いですよね。あ、アンジェロ・ザウバー。あ、そう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 。あのキャラすごいいいっすよ。フロンタルすごいですごいキッとしてこう、フロンタルがちょっとやられそうになると思わず援護射撃して邪魔しちゃったみたいな、やらかしちゃうみたいな、あの純粋さが面白い。そう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 、なるほど。まあちょっとガンダム以外のロボットアニメとかって見られたりすることあるんですか。なんだろうな、ロボットアニメって割とあんまりブームにならずに終わるんですけど、はいはい、結構割と適当に見てるから、うん、単発僕最近、はい、つい気になってウィキペディアとかを見ちゃう、はい、YouTube って言っちゃったから YouTube もたまについ見ちゃうんですけど、アルドノアゼロっていう、あ、僕ね今言おうとしました。ですよね、はい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 、あれも単発じゃ単発、単発でしたね。あの作品もすごい好きで、そう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 、なんていうんですかね、ぶっちゃけ主人公無双っちゃ無双なんですけど、うん、ちゃんと設定とかそのハイリスクハイリターンみたいなところの話があったりとか、うん、でもよく見ていくと一歩間違えばこれ負けてたよねっていうところを意外とラッキーとかで救われたりする、うん、あの感じが結構僕は好き。そうね、あれもなんかすごい名作になりそうな感じで、うん、名作っぽかったんだけど、うん、何なんだろうみたいな。ちょっと2期がね、2期がね人によって評価が分かれるっていう、ね、僕あの主人公よりも敵側の銀髪の男の子の方が、スレインとかですね。はい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 、そうそうそう、あのキャラもいいキャラしてますよね、うん、幸せになってほしいな。なんなかった辛い辛い。あと偽物のお姫様あ、はいですね、ガンダムいましたね、種に。ラクスの偽物の人ですね。そうそうそう、見た感じ。はいはいはい。誰、うん、も SF 的な設定が結構面白くて、火星に住んで、はいはいはい、食料があんまないんですよね。はいはいはい、設定なんですよね。うん。なんかみんなで培養した、なんだっけ培養した何かを食べてるんですよね。あれ、ソイレントシステムはまた別かな。うん。なんかあるんですよね。ね、で、なんかその、あれも結構社会とか、うん、その構図みたいなところがちゃんと考えられてて、はいはいはい、そういう背景があるから、その、なんていうんですかね、公爵みたいな、うん、いろんな階級とかが出てきたりしたね、うん、話があったりして、あんな、普通に地球から見ると全世代的な風景に見えるんですけど、うん、いろいろそういう、アルドノアっていう、その超常技術的なところを使えるのが一人、はい、まあ、血統的なところがあったりするから、はいはい、ああいう社会になるみたいなところがあったりして、はい、うん、あの辺は面白いですよね。そうですね。なるほど。結構じゃあ、ロボットアニメとかも、まあ、ガンダムはガンダムとしてあれですけど、最近のやつを見る感じが多いですか？最近もあると、なんとなく見ますね。あ、ロボットものを見ると安心するんだよか。なるほど。あと実写だとですね、僕、洋画が前まですごい好きだったんですけど、トランスフォーマーシリーズが実写版で出たんで、あれが、第1作とかものすごい好きでしたね。2回ぐらい見に行きましたね。あれですよね、ハリウッドかなんかの、ハリウッド、すごいリアルに 3DCG で車が変形したりする、はいはいはい、そうそう、第1作が一番面白かったですね、すごい人気ありますよね、うん、そういう意味で言うと、ロボットものの映画あったじゃないですか、ロケットパンチとか出すような、
実写のやつですか。そうです。 また名前が出てこないです。有名な監督のやつ。そうです。パシフィックリーグ。そうそうそう。確かにですね。あのあたりもすごいいいっすよね。うん。あとシンゴジラとかもそうっちゃそうか。あれはロボットというよりも、その怪獣映画的な感じですけど、うん、それパシリも本当日本のアニメとか怪獣もオマージュというか尊敬の念がすごくあって面白かったですね。あれいいっすよね、うん、その見ててあここはとか、うん、あここはこういう感じなんだろうなみたいな、うん、オマージュの感じがすごいいいっすよね。なるほど。もうちょっとだけTRPG に行く前に。ああ、もうな、ずっと言ってもいいですよ、別に。ちょっとゲームの話をしようかなって思うんですけど。ね、はい、まあちょっといただいた資料に、はい、まあこれは絶対外せないなってところで、はい、まあ MSX っていうゲームと、まあスナッチャー、メタルギア、ポ、はい、リスノーツっていうところが書かれていて、はい、もうここはもうぜひ拾わねばって感じで。そうですね。なんなら一作品ずつ行きたいんですけど、はい、スナッチャーは、はい、MSX でやられたんですか。そうですね。ちょうど、うん、世の中ファミコン全盛期でしたけど、僕たちファミコン禁止だったんですが、はいはいはい、パソコンならいいよと親が言ってくれて、うんうん、買ってくれまして、自分で買ったか借りたかして、音と一緒にやって、まあ最初はフロッピーディスクとかありました、ね、うんうんうん、ガガガガって。当時としてはめちゃくちゃ演出が良かったんですね。うんうん、もう最初になんか、ゴーッと火が出て、なんか街の風景できて、うんうん、なんかネオ神戸シティの役が。まあ当時もう中二病なんで、もう大人の世界にアパルちゃんで、ああ、かっけえ。なんていうんですかね、その、ネオ神戸シティとか、はい、その、スチームパンクっていうんですかね。はいはいはい、はい、あの、蒸気の話じゃないんですけど、はい、その、なんかちょっと、SF なんですけど。サイバーパンク、ね、あ、そう、サイバーパンク。サイバーパンクなあの感じが、すんごい良くて、はい、MSX のスナッチャーだと、話としては、結構いいとこ途中で終わっちゃうんですよね。そうなんですよね。で、その後続編がアクションゲームじゃない、アクション RPG で、それで完結するんです、確か。そっか、うん、MSX だとあれでしたっけ、銃撃のシーンとかってないんでしたっけ。そうそうそう。あ、そっかそっか。そう、PC エンジンだか PC98 だかで、その、マウスクリックとか眼光みたいので、銃撃をやるみたいな、うん、はいはいはい。やつが、スナッチャーあったりしたんですけど、確か。うんうんうん、ちょっとポリスノーツとごっちゃになってるかもしれないですけど。ポリスノーツ、いいですね。いやー、そう、スナッチャー、ほんと、シナリオが良くて、うん、あの時もその、なんか花粉症の話だったりとか、はい、その、なんていうんですかね、人間に擬態するロボットみたいなやつが出てきて、あの、密かに生きてる人間と入れ替わって生活をする。人をスナッチして生きてる。そうそうそう。あれ辺がもう、直撃ですよね。設定がすごい面白くて。うん、で、主人公警察官で、うん、その、スナッチャーというか、スナッチされた人、まあその、ロボットなんですけど、うん、ロボットを、操作して、そうそうそう、まあ、逮捕するっていう特殊な任務を負った警察官。ね、うん、そうそうそう。かっこいいトレンチコートで、かっこいいジーンってですよね、うん。あれめっちゃかっこいいですよね、うん。あんなサイバーパンクなのに、あんな昭和っぽい感じの刑事官みたいな感じで。うん、で、その、容疑者の家に行って、うん、あの洗面所とかを操作したりとかして、はい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 、なんかサーフィンをやってるみたいな。うん、で、人工皮膚があまりうまくまだできてなくて、はい、そう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 、すぐ日焼けとかなんかしたり、傷んじゃうから、うん、その、スナッチャーはあまり外に出ないみたいな設定があって、うん、あの辺が面白い。そうそう。日焼け止め、日焼け止めとかが置いてあって、はい、サーフィンやってるから日焼け止め塗ってんのか、スナッチャーだから塗ってんのかみたいな話とかあったりして。あの辺すごい面白かったですよね。うん、で演出がすごい良くて、ちょっと怖いところの、うん、はいはいはい、シリアスなシーンとか怖いシーンがあったかと思ったら、すごい逆っぽいシーンがあったりとか、はい、ありますよね。したりして。約束のなんか、シャワーシーンで殴られちゃうやつ。そうそうそう。そう、ちょっとおいでけみたいなところもあったりして。そうそう、俺がちょっとあって。あの辺りがすごい、小島監督作品最初から、そうね、あのシナリオ感がすごいいいっすね、うん。めちゃくちゃ映画のいろんなエッセンスを入れてますよね。うんうんうん、でも、こう高校ぐらいから洋画が本格的に好きになって、うんうん、あの名作の、ブレードランナーを見て、うん、これ、スナッチャーってほとんどこれのパクリじゃないって思ったんだけど、それでもやっぱりスナッチャー面白いですよ。なんか、漢字が無意味に出てくるあの、ネオン街みたいな、うん、感じで。協力若者みたいな、ね。そうそうそう。ブレードランナー影響すごいですね。影響すごいっていうか、ほとんど本当にもう、ね、オープニングの演出とか本当、まんまですよね。でも
廃病院みたいなところの地下に行くシーンとか本当に怖かったりして、はいはい、あの辺りの様子は本当うまいなっていうのは、そう、目が赤く光るんですよね。そう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 、あれすごいですよね。なるほど。一応じゃあ順番に行くと、メタルギアをやられてたんですね。はい、初代 MSX 版か、はいはい、あれ2まで出てましたよね。そうですね、両方やられたんですか。そうですね。お、なるほど。メタルギア2ソリッドスネーク、そうですね、はいはいはい、はい、そこからプレスにいっちゃうんですね。うんうん、うん、メタルギアはどんな感じでした。そうね、あれも当時としてはすごく新しくて、うんうん、隠れながら進むっていうのがめちゃくちゃ新しくて、まあ、でもスプライトキャラクター性となんか遊んじゃう時代だったんですけど、ね、うん、すごいよく作ってあるんですね、うん、あれもあと映画演出的な演出がすごくたくさんあって、あの無線機でこういろんな会話をするシーンとかね、うんうん、あの敵のキャラ立てが結構無意味で面白いですよ。ああ、はいはいはい。そう、ミリタリー系でいそうなんだけど、いやでもこのやついねえよみたいな。ちょっとなんか、仮面ライダーの怪人じゃないんですか。そうそうそう。特殊能力持ってるみたいな感じが。持ってるみたいね。あの感じが特殊単位ですければ、なんか許されるみたいな、ね、そう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 感じがあったりとか。うん、あと毎回メタルギアはそうなんですけど、うん、そのどんでん返しじゃないですけど、はい、あのストーリーの伏線の張り方だと、自分の味方が実はみたいなね、うん、あの感じが、うん、当時その今おっしゃったように隠れて進むっていうゲームがすごい珍しいっていうのは、はい、うん、ゲームデザインとして一個あるんですけど、うん、シナリオが結構ちゃんとしているゲームっていうのも珍しかったのかな、うん、そうですね、いわゆるシューティングというか、うん、ムキムキマッチョな兵士を操って敵をひたすら撃ち倒していくみたいなゲームが多い中で、はい、うん、そういう出てくるキャラクターとの絡み合いとか、うん、裏には何があるんだとか、どんどんスネークにソリッドスネークに感情移入して話の中に行った時に、うん、実はみたいな、あの感じがすごい秀逸な、ほんと当時他にはない感じのゲームだったと思うんですよね。3D とかが夢の世界だった、うんうん、あの時代で結構メモリ的な制約とかもある中で、うん、すごく面白いことあれこれやってましたからね。あれ結構そのメタルギア自体その二足歩行戦車みたいな感じで、はい、大きい差を演出したりとか、うん、基地の巨大さをやったりとか、そう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 、あなたにそうなんですよね、うん、結構僕ミリタリー系のアクション映画とか好きだと、うんうん、冒険小説って言うんですけど、特殊部隊員とか、はいはい、CIA とか情報工作のアイフィンクの小説とか読むの好きなんですけど、やっぱり、ね、現地たどっていくとメタルギアあたりから来るのかなって感じですね、うん、そうなんですよね。小島監督もすごい、もともと映画を撮りたい、ね、たくさんね人なんで、すごい小説とか映画を見られてる方で、そのあたりからメタルギアが出てきて、それに影響されて小説を見るってもなんかすごい、うん、いい感じな話ですね、うん、で、最後にポリスノーツ、ポリスノーツ来ましたね。ポリスノーツーなんか、どっから話していいか、ちょっと言葉に詰まるぐらいな感じなんですけど。そうですね、どっから行こうかな。まあ、その、ビヨンドっていう、はい、その、コロニーの話なんですよね。宇宙にコロニーがあって、で、ビヨンドって名前のコロニーなんですけど、そこで、宇宙の警官をやるっていうところで、はいはい、ポリスノーツ、アストロノーツとポリスをかけてて、ポリスノーツっていう設定なんですよね。で、主人公がまた良くて、うん、その、たぶん30後半 ?40 は言ってなかったと思うんですけど、うん、おっさん、おっさんですよね、探偵なんですよね。うん、で、しかも、まあ、ある種バツイチみたいな、はいろいろ事情はあるんですけど、弱っぽいですよね、がね。感じの、ちょっと、だいぶ、すれた、うん、おじさん、中年のおじさんが主人公だったりして。で、そのビヨンドっていう最先端の宇宙コロニーに行って、まあ、なんやかんやあるみたいな感じなんですけど、はい、一緒に出てくるエドっていう。あ、いましたね、エドさん。エド、ほんといいキャラしていて、エドはもう完全に、その、なんていうんですかね、中年のおっさんなんですよね。いろいろあって、結婚して子供もいてみたいな、はいはい、でもいろいろ問題があってみたいな、あの感じがまた良くて。あの二人ってほとんど映画のイーサルウェポンシリーズ。そうなんですよね。そのまんまですよね。まさにあの感じですよね。そう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 。片っぽはトレンチコートみたいな、はい、コート着た、いかにも刑事って感じの黒人のキャラで、で、もう一人は、まあ元刑事で、うん、で、なんていうんですかね、チノパンとスカジャンみたいな。そう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 。ちょっとリーゼントっぽいみたいな。まさにそのまんま。そう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 。あの感じがすごい、たまらなくいいっすよね。
で、まあそのポリスノーツ自体はまたストーリーのまあ転換とかいろいろあったりするんですけど、うん、意外と家族愛みたいなところもあったりして、で、そうですね、まあスナッチャーにもあったっちゃあったんですけど、はい、製薬会社みたいな薬関係の話が出てきたりとか、あの辺りがまたすごい社会的な感じがあって、うん、面白いですよね。ポリスノーツはどの辺りがお好きな感じですか？ポリスノーツはそうね、やっぱ SF が好きだから舞台が宇宙コロニーって時も、うん、あ、いいなみたいな感じで、なんか普通の人の生活がありつつ随所に SF っぽい感じがあるあたりが良かったかな、うん、結構パワードスーツみたいなのを着た警官がいたりとか、あとはそうですね、海外旅行に行くみたいな感じで、はい、宇宙船に乗ってシャトルに乗って、はいはい、ビヨンドっていうビヨンドコーストって言ったかな、うん、正式名称まで行くみたいな感じがあったりとか、で、あの煙が出ないタバコをシリコンつけたりたりとか、やたら設定細かいですね。そうなんですよね。ネックが設定ことは好きなんですよ、ね。そう。あ、わかります。設定示しを読んじゃうんですよね。無重力とかで普通の火薬銃を使うと、はい、あの反動で吹っ飛んじゃうから、うん。そう。反動銃みたいなのを使う。あるんですね、反動銃が。意外とそれがあの操作の、はい、あのキーポイントになったりとか、うん、したりとかあったりして、あの辺りがすごい面白いですよね。なるほど。結構じゃあ小島監督作品は、その MSX の、まあ、3部作というか3つあったりして、はい、やっぱプレイステーションとかまで行っちゃうとちょっと大人になりすぎてやれてない。そうですね、時間がなくてやれてないかな。 でも第2作目ぐらいまでやったかな。洋上のフロートやつで、はいはいはい、メタルギアソリッド2ですね。そう2ありましたね。メタルギアソリッド2もすごい最初はあの評判があまり良くなくて、はいはいはい、あの難解だったんですよね、シナリオが、うん、そう、あのなんか騙し騙されのさらに裏を書くみたいな、あの感じが最初結構多くて、だからさっきちょっとアニメのところで名前出た虐殺機関書かれた伊藤慶画っていう方が、あのものすごいメタルギアフリーですよね。わかる。で、あの人だけが最初唯一ぐらいの勢いで、メタルギアソリッド2はもう名作であるとあいうことをネット上で声高に叫んで、いい人や。いや、もうあの人は本当すごかったですね。うん、で、まあ、なんで伊藤計画の話を出したかっていうと、はい、メタルギアソリッド4のノベライズ、はい、ですよね。読んだことない。読んでないんだけど、あ、この人は書いたんだなって。ぜひ読んで、あの、ですよね、ちょっと3日2晩ぐらい泣き通してほしいんですけど、めちゃめちゃいいんで、いや、もうあの小説から僕伊藤計画に入ったんですよ。なるほど。めちゃめちゃ良かったっす。っていうところですかね。ゲームなんか、それ以外にこれがっていうところがいます、はい、そうね。10代の頃はいろいろやって、有名な RPG とか、うん、あとウィザードリーとかも、うんうんうん、あれはゲームボーイやったんですけど、テーブルトーカーとして、ウィザードリーは変わるはずがないので。CD 版のウィザードリーか。はい。借りたんです。大学の試験勉強とかの合間にやっちゃって、ついやっちゃうんですね。だいぶ時間取られる系ですよね。そう。ウィザードリーマットの方になるとなんか変な概念みたいなやつがあるけど、やっぱ最初の頃が一番良かったかな。そうなんですよね。5とか、あのあたりまで出てて、うん、なんかコズミックフォージとかだったかな、はい。なんか魔法のペンみたいな、はいはいはい、筆だったかなみたいなのが出てきてみたいなあって、あの、僕基本的にウィザードリー動画でしか見てない。ああ、なるほどね。あの、自分でやると、うん、多分抜け出せなくなるな。ああ、だと思います。うん、あの、なんで、ストーリーとか、こういうゲームだったら結構知ってるんですけど、うん、やったことはなくて。いつかちょっとやってみたいなっていうのはあるんですけど、うん、ペルソナとかが結構似たゲーム、あの、昔のペルソナってゲームなんで、ちょっとやりたいなと思いつつ。うん、あれは本当 RPG の歴史を語ると必ず出てくる。うん。基本、ウィザードリーとウルティマ。ウルティマですね。ですよね。はい、あのあたりやっぱ外せないんですよ、うん。ドラクエの、やっぱり、堀井さんとかが、はいはいはい、ずっと遊んでたゲームが、あのあたりだったりとか。するんで。じゃあ、満を持して。満を持して。TRPG。おっと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 、満を持して。僕でも TRPG って、実はちゃんとはやったことがなくて、はい、ざっくりどういうものかは分かってるんですけど。はい、結構エンジニアの人に、こう、やってないんだけど、名前は知ってるって方が割といる気がしますね。その、始められたのって学生の時とか。僕、小学生からやってる、結構筋金入りなんですよ。すごい、小学生からやってるんですね。はい。一時期ですね、世の中にゲームブックっていうものが流行った時代がありまして。わかります。頭からめくっていくと、はい、なんかこんなことが起こりました。で、右に行く、左に行く。で、右に行くなら何ページ、はい、左に行くなら何ページ、はいはいはい、感じられてる。そう、一時期めっちゃ流行ったんですよ。はい。あれの中にイギリス製のすごく面白いシリーズがありまして、うん、それにもうめっちゃハマっちゃって、やりましたね。うん、
で小学校の頃から最初にもゲームマスターっていう普通の役をやって、うん、プレイヤーは弟と妹ですって感じでやったりしましたね。兄弟やられたんですね。そうですね、最初の頃だけですけど、うん、で中学ぐらいになるとですね、当時、今もあるけどコンプティークっていう雑誌があって、はいはいはい、あそこに、ロードスト戦記という日本のアレスの歴史を作った作品にプレイヤー持って、あ、これ知ってるみたいな感じで、これダンジョンのドラゴンズって有名なゲームを買いまして、うん、友達とやったりして高校でもやってましたね。大学でも僕ね、最初テニスサークルかなんかに入ったんだけど、高校でバドミントンやってたんで、あんまりうまくいかなくて、やめちゃって、なるほど。サークル探してて、ISF 研究会があったらここに行こうっつって。で、先輩とかとその時は ISF の話をしたんですけど、うん、僕が部長になったら、なんかテーブルトークサークルになっちゃって。先輩皆さん、本当ごめんみたいな、ね。なるほど。やってましたね。あるあるです、ね。あるあるですね。うん。で、大学卒業したらもうやんないのかなと思ってたんだけど、実はやっていて、うん、で僕は転職を成功させた1998年ですね、うん、1月1日にホームページを作って、はいはいはい、テーブルトークの。でそれが実は12、3年続いて、うんうんうん、でそこでどんどん知り合いが増えてたくさんやってきましたね。へえ、その、うん、まあ、最初期はご兄弟でってことだったんですけど、はい、その中学高校って上がっていくと、はい、活動範囲とかも広がっていくじゃないですか、はいはい、そういう時って友達以外で、例えばなんか当時そういうお店なかったかもしれないんですけど、はい、その、ボードゲームカフェとか、TRPG やれるような外部の場所とかってあったりされた、はいはい、まだカフェはなかったんですけど、雑誌とか見るとコンベンションって言うんですけど、うん、週末に公民館とかを借りてイベントでやるっていう。はい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 。割となんかエンジニア向けのイベントと似たノリなんですけど、うんうんうん、そういうのとか、公式にゲーム会社とかゲーム雑誌会社がやってる公式コンベンションっていうのは、うんうん、そこに行ったりとかしてましたね、時々。へえ。その時の世代って、はい、まあ、さっき名前ちょっと出ましたけど、はい、ダンジョン・ザ・アンド・ドラゴンズとか、ロード・ストー・センキとか、はい、あのあたりって僕も知ってるんですけど、さすが。あのあたりをやっぱメインにやられる感じなんですか？その後のゲームも結構やってますね、うん、それなりには。そうですね、日本だと有名なのはソードワールド RPG っていう、はい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 、D&D に対する日本のなんか王道みたいなあ、はいはいはい、それも散々やりましたし、その後はですね、20代以降になると東京を中心にして活動している、フィアーさんって FEAR っていう有限会社のゲーム会社なんです、うん、そこのゲームとかを結構やったり、コンベンションに行ったり、実はスタッフとかもやったことありますね。まあ、なるほど。公式ゲームマスターっていうのもやったことあります。すごい。公式ルーラーだけど、そう、あのゲームマスターとルーラーっていうゲームがあるんですよ。あ、そうなんですね、はい、GM 以外にも言葉があるんですね。そうです、ゲームマスターは基本ですけど、ダンジョンマスターというゲームもあるし、あ、はい、キーパーっていうゲームもあるんですね。ドクトルフの意味ではキーパーって言いますね。あ、そうなんですね。はいはい、そうそう、なんか TRPG っていうと、はい、まあ、僕結構やったことはなくて、はい、動画で見ることが多いんです。はいはい、ですよね。で、ニコニコ動画とかだと大体クトルフやられてる方が多くて、なんで、どのあたりから結構クトルフってきたのかなとか、はい、ね、クトルフは結構最初期、僕が中学高校80年代からもありますね、うん、で、あれはシステム的にはすごく基本的で、なんか木を照らったことがないんですよね。あ、そうなんですね、うん、本当にあのベーシックロールプレイングシステムっていう、だから言語で言うとプログラムで言うとこうフレームワークとか使わない、すごい素のコードで書いたような普通のゲームです。生で C 書いてます、じゃあ書いてます、ね、そう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 、そういう世界のゲームなんですよ、はい。でまあ、敵がすごく強いから人間がすぐ死んじゃうし、うんうんうん、その雰囲気を楽しむゲームで、なんで、濃いテーブルトークゲームの間ではなんか一般教養みたいなね、クトルフをたしなみとしてみんな知ってますねっていう位置づけだったんですね。なんかその引き合いに出されるみたいな、うん、クトルフのここをこういう風に変えた感じのゲームだよみたいな、うん、クトルフのここがない、例えばその産地みたいなのって、はい、クトルフっていうのよくあるじゃないですか、はいはい、なんかクトルフの産地がないやつだよみたいな、うん、なんかそういう感じに出されるぐらいテンプレートというか、そう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 、お決まりとして大学の一般教養みたいな、なるほど、ゲームの一般教養みたいな感じだったんですよ。なんかそのエンジニアでいうと、そのメモリとハードディスクの違いも分かってて当然だよね、うん、そういうね、たしなみみたいな感じなるほどなるほど。例えばクトルフネタっていうのは定番で、その産チェックをするとか、ね、はい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 、あとクトルフ神話特有の怪物とかが結構いて、なるほどなるほど、あれ結構いろんな作品とか出てくるんですよね、はいはいはい、RPG にも出てくるし、ラノベとか小説とかにも。なんか目がいっぱいあるモンスターみたいなのが出てくるイメージ、はい。目がいっぱいあるの誰だったかな。あ、海の魔物とかでしたっけ。海の魔物ですか。あれ違ったかな。海の魔物はショゴス他か。ググリは結構出てくるかもしれない。クト
トゥルフ神話的なところをモチーフにしたロボットアニメっていうのがあってですね。はいはいはい。デモンメインですか。そうです。ああ、やっぱりそうか。デモンメインがそのスーパーロボットガイドに出てきた時に、はいはいはい、あ、こんなやつ出てきたな、みたいなイメージがあって、ちょっと記憶違いかもしれないです。みたいな話とかあって。なるほど、なるほど。そう。結構じゃあ。アニメとかの配慮で何やるか。あ、あれでも有名なんですね。そうか、あれもクトゥルフなんですね。そう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 。そう、なんか、TRPG ってやっぱ RPG なんで、どうしてもドラクエとか、ファイナルファンタジーのイメージが強くて。まあそうですね、世代によってはね。そうなんですよね。うん、なんで、なんか、パーティー組んでダンジョンに行って、結構レベルとかパラメーターが上がってって、はい、ボスを倒すとか、はいはいはい、お宝を回収するみたいなイメージがすごい強いんですよ。はいはい、でも、クトゥルフってなんか話を聞いてると、どっちかっていうとホラーゲームっぽい。あれは完全にホラーですよね。っていうのがあったりして、うん、なんかその、なんていうんですかね、バイオハザードじゃないんですけど、うん、その、怖いものから逃げるみたいな感じのある作品なのかなっていうのがあったりして。もう怖くて怖くて松明を手に進んで、うんうん、この先に行ったらきっと怖いのがいて死んじゃうんだろうな、でも行くみたいな、ね、そういうキャラクターの死を楽しむみたいなね。そう、話題がその、なりきりっぽい。そう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 。はいはいはい。まさにロールプレイング。そう。で、結構女性にファンが多いんですよね、クトゥルフって。そうなんですね。うん、男ってやっぱ基本的にこうキャラ強くして殴り合ったりして宝を取ったりしてこうパワープレイになりがちなんですけど、やっぱそういうストーリー的なところとか感受性みたいな感じが好きとか結構いて、女性のゲームマスターがクトゥルフが得意とかも結構いるような感じですね。大体 TRPG をやるとすごく時間がかかるイメージがある、はい、かかるんですよ。僕もそれでやっぱりコストパフォーマンスが悪すぎたんで、やっぱ結婚期に引退していました、ね。あ、うん、2、3時間がデフォなんですね。短い。もっと、世代になりますね。あ、僕が中高の頃やっぱダンジョン潜って4時間、5時間、6時間とか、まあ、休憩も入れるんですけど、あって。ただ人間忙しいので、短くしていこうねってのはやっぱ業界全体にあって、だん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 短くなるように、いろんな工夫をみんなするんですよね。キャラクターを PC 番号順に、こういう、あなたはこういうキャラクター設定だっていうのをあらかじめしておいて、カーソルに沿って作ってくるようにして、ある程度短い時間で回るようにするとかね。いわゆるそのキャラクターシード的なのがあって、はい、その名前からパラメーターから技能からみたいなのを決めていくみたいな。そうそうそう。あれは事前に作るとか。そうそうそう。はい、あれも作るのも楽しいんですけどね。うんうん。下手をすると作って終わっちゃうんですね、一日ね。あいや、でもありそうですよね。そう、めっちゃあります、これ。それによって、ダイス判定というか、うん、流れが変わったりするじゃないですか。うん、そう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 。ありますよね。うん、あとはよりボードゲームっぽくして、うん、だからロールプレイよりも、だから一回のセッション短いの中で、こう、ランダムにキャラクター決まっていって、スゴロクみたいな感じに近くして、短時間で終わって面白かったねってなるようにっていう、ゲーム的な側面を強く出したシステムっていうのもありますね。結構たくさんあるんですよ。もう100以上あるんじゃねえか、日本でって。あその、まあ、引退されちゃったってことなんです、はい、最近情報をかけたりとかしてないんですか？あ、最近ちょっとしてないですね。あ、そうなんですね。時々エンジニア界隈出てくるので、おって思ったりとか、青空ライフネスと最新の流し3回に、まだ聞いてないんですけど、確か昨日か今日公開だったんで。そうですね。ちょっと TRPG で、おっ！ TRPG ちょっとやってたって話を聞いたんで、はい、ちょっと、時間的にあれかもしれないですけど、はい、またやりたいなとかないんですか？ああ、そうね。いつかエンジニアを集めてゲームしたら、接触したら楽しそうだなとかちょっと思いますね。そうですよね、うん。ちょっと IT エンジニアっぽいコンテキストというか文脈になっちゃうんですけど、うんうんうん、そのゲームマスターとか、はい、ゲームをするのをファシリテートするのって、はい、結構ファシリテーションとか、まあ、ティーチング的なところで、はいいいんじゃないかっていうのがあったりして、ね、結構前から思ってるんですよ。なんかエンジニアとかリングと関連あるなと思って、うん、勉強会としてそのゲーム会を主催されている方がいたって、はい、あ聞いたことなんかどっかでありますね。なんかちょっとそれは面白そうだなって思って、うんうん、僕もちょっとやってみたいなっていうのがあったりするんですけど、うん、なんていうかその目的を達成させるっていうところの、はい、そのあ ゲームマスターの役割として、はい、目的を達成させるっていうところで言うと結構似通ったものがあるのか、うんうん、全然知らない人を集めてロールプレイングをさせるっていうのはその楽しんでもらうっていう意味で、はい、っていうところの役割というか責務が GM にあったりするじゃないですか、うんうん、で GM によって同じシナリオでも全然楽しさとか、はいはい、展開とかそのそこから得られる感情じゃないですけど変わるっていうのよく聞くんで、うんうん、なんかすごい面白いんだな。そうですよ、その事前のアンチョコの僕が考えてきたエンジニアリングとの共通点というところの一番最後の方で
ですね、はいはい、コーチングとかチームビルディングとか家の話と結構共通点があるよっていうのは、うん、多分今おっしゃった話がまさにそれなんですよ。結構そのいろんなところでも言われていて、あの EM.FM、はい、エンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストでなんかでも出ました、ね、昔ギルドマスターやってましたみたいなっていうところがあったりして、なんかそれを聞くたびに僕オンラインゲーム大好きなんです。基本的にソロなんですよ。あ、そうなんですか。あの馴染めなくてゲームとかそういうのにかっこいいです。向いてないのかなみたいなぐさぐさ刺さるみたいな。そうですか。キルト君みたいですね。そうなんですよね。全然ダメで、それでもあのたまに友達ができたりまして、はい、あの楽しく遊べたりするのも、まあ、もちろんあるんですけど、なんかそういうところが結構つながるところがあったりするのちょっと面白かったりっていうのはやっぱりありますよね。うん、そうね。僕もゲームマスターすごくたくさんしてきましたけど、うん、やっぱり共通するところはあると思いますね。うん、例えばキャラクター事前に作ってくる全部名前とか僕覚えて、当日はその場で名前で呼ぶんですけど、キャラクターの名前で呼ぶと、あ、僕のこのキャラクター演じるんだってこう認知をするんですよね。とか相手がなんか面白いことで極力それをこう引き出して、あ、今のいいねとかゲームマスターに言うわけなんですよ。こうポジティブフィードバックをして、こう、ね、心理的安全性とか失敗してもいいんだ、何やってもいいんだみたいな雰囲気出すとかですね。うん、あとはシナリオとか本当は実は一本道なんだけど、その中で実は自由があるように見せかけるっていうのもゲームテクニックなんですけどね。あ、相手に選択の余地を与えて道が立つだけどっちに行くとか、どっちの作戦を取るとか言うと、大体みんなこう自分の選択でこうなったような気がするんですよね。で実際に予定通りかもしれないんですけどね。その辺もやっぱりマスターの力かなっていうのはありますね。やっぱりゲームマスターが上手い人っていうのは話が上手いだけじゃなくて聞き上手な人が多いんですよね。 あと人を持ち上げるのがすごい上手い人が多いんですね、はいはいはい、そういう人を動かす力っていうのはやっぱりゲームともゲーム以外のエンジニアリングと結構基本は同じなんじゃないかなって僕もよく思いますね。結構その人によって、はい、その上がるポイント、その、はい、嬉しくなるポイントとか、はい、テンションが上がるポイントって違うじゃないですか、はいはいはい、褒められれば上がる人もいれば、うん、ちょっとこう張り合うと、うん、なんかプライドがあるからグッとくるような、はい、なんで結構 TRPG って知らない人でバッて集まってやった時に、はい、なんかその褒めればいいかっていうとそうでもないし、うん、意外とちょっと難しい問題を出したりするとちょっとこう乗ってくるみたいな人みたいな、なんかその辺を見極めるのがやっぱ大事だったりするんですかね。そうですね。一般的にコンベンションで知らない人同士で囲むとやっぱ成功率ってのは下がるので、ですよね、ある程度で我慢するしかないですよね。で結局ね、一番面白いのは気の合った友人とやるときなんですよ。そうっすよね、うん、で僕も今までリプレイとか もう何十回も書いたことあるし、本当に楽しかったセッションとかあるんですけど、やっぱりある程度仲のいい、うんうん、みんな気心の知るメンバーでやるのが一番楽しいんですよね。うん、なんかその言い方が悪いかもしれないですけど、はい、ある種内輪ネタだったりとか、そう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 、あとはその相手の背景を知っているみたいなところがあったりすると、うん、やっぱりその乗っかって楽しめるというか、そういう部分ありますよね。そうそうそう、はい、よく一緒に遊んでると大体その人が好きなものとか大体見えてくるので、うんうん、あの人こういうキャラでしたら反応するなとか思って、そういうなんか可愛いヒロインのこと出すんでめちゃ食いついてくるんですよね。あの TRP つながりで親しくなると、多分あなたはこの作品好きだからどうとか言われると大抵もうドンピシャなんですよね。よく僕もなんかよくご存知そう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 、いやでもそれありそうですね。そう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 、結構ゲームとかアニメとかでも、はい、あのこの作品良かったよ、これ好きでしょ、うん、っていうと、うん、なんかその場でなんかポチるみたいなあったりとかありますよね。そうね、僕もそれで勧められて面白かった本とかもあるし、このキャラクターはこの作品のこれがモデルなんですって言われて、うんうん、じゃあちょっと読んでみようかなと思ったら面白いじゃんみたいな、それで読んだ漫画とかその結構あるかもしれないですね。なるほど。ちょっと今話に出てきたところで、はい、気になったキーワードがあって、リプレイっていう言葉があって、はい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 、これ何かっていうと TRPG を実際にプレイした結果、まあ、数時間やった結果を、はい、まあ、なんか物語とか小説みたいな感じで、はいはい、読み物として起こしたものって感じですよね。はい、そうですね。で、これをそのネットで公開するとか、はい、あとはその文庫本、はいはいはい、そのラノベみたいな感じで、ほにゃらら TRPG リプレイみたいな感じで、はい、意外と本屋さんにあの電撃文庫みたいな感じで。そうですね、電撃とスニーカーと不死身ファンタジー並んでますよね。はい、っていうのがあって、僕も あるんだみたいなことを思ったりしたこともあるんですけど、はい、あなたに結構書かれてますか？もう何十回じゃないか、実は。
僕のホームページに載ってるのもあるし、途中からミクシーとハテナダイアリーに移動しましたけど、結構ハテナダイアリーって、はい、そうそうサービス終わるんじゃないですか。あ、そうですね。移行したんですよ。あ、なるほど。ブログに。だから昔の記事たどっていくと多分昔の記事が出てくるかもしれないです。ちなみに以前開設されてたホームページはジオシティとかじゃなかった？はい、あ、ジオシティじゃないです。あ、大丈夫ですか。実はまだあるんですよ。よかったよかった。全部あるんですよ。そのうちちょっと見たい。ええー。リプレイって、はい、その数時間やってたら、はい、細かい展開とか覚えてないと思うんですけど、はい、あれでどういう感じで書くんですか？録音とかするんですか？僕学生の頃は録音から聞いて書き写してましたね。はいはいはい。で親とかに誰かいるのとか聞かれたし。あのカセットテープになぞってました。あ、これは。はいはいはい。で、普通にスピーカーで流してましたね。そういう時代もありました。なるほど。で、社会人になってからも結構セッションレポートたくさん書いたんで、それは当日のメモと記憶だけから再構成とかも結構しましたね。あとね、リプレイってコツがあって、うん、録音したの全部書いてもしょうがないんですね。ですよね。そう。そのセッションの面白いところを抽出して、そこをドーンと中央書くんですよね。うん、それやっぱテクニックなんですよね。うん、なんかその、場面転換というか、はい、例えばその、ダンジョンに行きますみたいな話があったときに、はい、なんかダンジョンに行く間までの話を永遠と書いてもあんま面白くないみたいな。そう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 。なんか、じゃあダンジョン着きましたみたいなところから始まったりして、そう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 、で、ちょっと敵が出てきたみたいなところの、うん、始まりというか、はいはいはい、序章みたいなところから、なんかトラップとか、ちょっと強い敵とかを、はい、宝箱が見つかってああだこうだとか、はい、なんか仲間あるとかみたいなところが結構面白くなっていくところなのかななんて思うんですけど、まあ、そのあたりありますよね。そう、書き方も結構いろいろあって、本当にセリフをそのまま書く場合もあれば、うん、僕はなんとか、僕のキャラはこう言ったっていう、プレイヤーの声と、キャラクターの声別に書いてるのもあるし、はいはいはい、プレイヤーは全然出てこないリプレイとかはですね、より没入感が高いやつとかね、おとか小説風に書いちゃうとかですね。そうなんですよね。そのキャラというか、そのプレイヤーによってどうキャラを演じるかって変わってくるじゃないですか。はいはい、なんか見た目すごい、まああんま見た目を描くことないのかもしれないですけど。結構ありますよ。あります。なんか2枚目っぽいイケメンキャラなんですけど、はいはいはい、コテコテの大阪弁で喋るキャラを撮ってやりますみたいなこともあると思うんですよ。あります、めっちゃ。で、すごいその、なんだろうな、3枚目で、はい、なんかギャグばっかり言ってるとか、はい、なんかエロいことばっかり言ってるとか、はい、めっちゃなんか寡黙なキャラを演じてるとか、はい、ああいうのってその、はい、実際にプレイしてる時とリプレイで変えたりとかってあるんですか？はい、作品の方向性によるけど、キャラクターの個性を強めに出した方が基本的には、うん、読み手は面白いですね。ですよね。エンターテインメント的な感じは、うんうん、商業リプレイでもものすごくかっこいいのあるけど、経験者がいたら、あ、きっとプレ実際のプレイこんなじゃないだろうなとあるんだけど、そこはちょっとね、脳内変化してる。頭なんですね。そう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 。基本的にテーブルゲーマーって、うん、あの脳内変換とか脳内置換が、ね、得意なんですよね。ああ、うん。プレイヤーはヒゲのおじさんだけど、キャラクターは美少女で、あ、こんな目の前にいるんだ、いるんだ、いるとこもいるんだっていうね。みんなそう、妄想できちゃうんですよね。いやー、わかりますね。いや、めっちゃ楽しそうだな。そうですね、やってると楽しいんだけど、それを叩かないけど何にもわからないんですよね。まあ、そうですよね。そうそうそう、これがやっぱり結局一般受けしないんだろうなっていうのは、完全にその文脈がある、うん、ありしの前提だったりするじゃないですか。そうそうそう、さっきのその仲のいい人とやった方が楽しいっていうのは、うん、まさにそれで、そう結局そうですよね。いやー、そうか、そうですよね。リプレイとかって、はい、なんか商業化とかされたことない？大丈夫です。さすがね。あ、だから僕の知り合いで結構商業デビューしちゃった人結構いますね。あ、やっぱ言うんだ。業界行っちゃった人とか、イラストレーターになった人とか。あ、そっか。うん。ありそうですね。はいはいはい。TRPG からイラスト描き始めた人多そうだな、うん、自分のゲーム、最初同人だったんだけど、うん、なんかいつの間にか商業になっちゃって、うん、頑張ってるな、あの人とか。へぇー。だから元業界の人とかと遊んだこともありますね。ああ、本当ですか。何回か、はい。サイン持ってたりとかも結構ありますね。角川の人みたいな。ああ、ありますね、あります。ああ、いいな、そうだな。なんかそういうそのクリエイターというか、はい、アーティスト的な方面ってなんか、はい、自分もちょっと TRPG シナリオ作ろうみたいな、うん、なかったんですか？ああ、シナリオとかはよく作りました、ね。ああ、本当ですか？僕のサイトにも、なんて言うんだろう、プレイアクトページって言って、おなんかかっこいい序文とかこういったとかそういうのが何回か載っていたりとかしますし、人の作ったシナリオをプレイすることもあるし、ちょっとこうなんだろうな、魔改造という言葉が悪いんだけど、うん、こう雰囲気を出すために自分なりにちょこちょこちょこっと描写を追加したり強化したり、はい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 、この敵キャラクターもっとかっこいいからこういうやつにしようとか、
そういうのをやって強化して遊ぶとかもよくやりましたね。じゃあなんかそのフレーバー的なテキストを書いたりとか、そう増やしたりとかですね。ああ面白そうだな。基本僕映画好きなんでやっぱドラマチックな方が好きなんですね。なるほど。やっぱり映画的な演出は自分では結構する方なんですよ。なんかそのなんて言うんだろうな、ドライな感じでパッパって進んでいくよりも、うん、なんかちょっと引きとか間があったりとかしてみたいな感じが、僕は好きですね。いろいろなんですよ。サイコロが振るのが好きだっていう人もいるし、あ、はい、なんかボードゲームみたいにいろんな人があって、なんかあって面白いっていう人もいるし、はいはいはい、いやーなるほど、うん、TRPG って一言言ってもやっぱ深いですね。結構めちゃくちゃ深いですよ。なんかそういう意味で言うと、そのオンラインでやろうと思えばできる、はい、あ、オンラインでも何回かやりました、ね、あ、本当ですか。ボイスチャット、今よりまだ歴史が古いのでテキストチャットでしたけど、はい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 、だったから IRC とかだったかな、はい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 、うん、でオンラインだともうプレイヤー人数少ない方がよくて、もう2人とかでもいいんですよね、うんうん、2人とか3人で、うんうん、その分こう設定の濃いキャラクターにして、うんうんうん、戦闘とか弱めにしたりとか、いややっぱそうですよね、うん、でそういうのリプレイにするのも結構楽しいんですよね、うんうん、僕も何回も今まで作りましたけど、テキストチャットでやってるとやっぱりリプレイ起こしやすそう、そう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 、そのまま貼ればなるし、自分のキャラクターの描写とかあらかじめ小説っぽく用意しておいて貼り付けていくと余計にうまくいきますね。没入感というか、そうそうそう、没入感めっちゃありますね。まあ、時間かかるんですけどね。いやーでもいいな、うん、いいな。へえ。最近その時間がなくてゲーム自体やれてないってことなんですけど、はい、なんかリプレイを読んだりとか、はい、シナリオを読むとか、ルールブック買うとかされてないですか？最近してないですね。今まで散々したから、まあもういいかなってちょっとあって。じゃあ最初にちょっとエンジニアとしてリブートみたいな話もありましたけど、はいはい、まあ勉強を基本的にはやってるって感じですね。なるほど。前から思ってて、やっぱり僕仕事と趣味結構両立してるつもりだったんだけど、うん、結婚したら3つは無理じゃないかなって思っていて、やっぱり大体そうなったんですよ。わかる。でブログの題材も、あ、エンジニアリングだったら仕事ちょっと関係してるしちょうどいいんじゃないかなと。そうなんですよね。結婚すると勉強会とか行きづらいみたいな、うん、ありますよね。結構その飲み会に行きづらいとかね、お子さんがやっぱりいたりすると、はい、その登壇ギリギリ登壇できても、はい、そのなんか夜10時までには帰らなきゃいけないから懇親会はいけない、はい、あったりとかして。そうですね。ますよね。僕も頻繁にはちょっといけないですね。そう、嫁オースが鬼にかかるんで。難しいですよね。はい、あの徳を積んでおかないと。徳を積んでおかないね。わかりますわよ。ちょっとその軽めな感じで言うと、はい、まあ、ちょっと TRPG とはちょっと経路違っちゃいますけど、ボードゲームとかは。そうね、ボードゲーム時々聞きますね。僕あんまりやらないんで、多分やれば結構すんなりできるんじゃないかな。そう、あとハマりそうだなと思って、はい、あの昔ゲームをやられたっていうのは。そうですね、うん、昔はね、マジック・ザ・ギャザリングって超流行りましたね、90年代。ね、わかりますね、うん、あれ沼だったので僕は足を踏み入れなかったんですけどね。そうですよね、僕が子供の頃はもう結構そのIP 化されたというか、はい、ポケモンカードとか、遊戯王とかがやっぱあったんで、はいはいはい、マジック・ザ・ガザリングとこまでいけなかったんですけど、カードゲームはやっぱ流行りますよね。そう、90年代ですね、テーブルトーク冬の時代っていうのがありまして、そうなんですね。そう、テーブルトーク出してる有名なホビージャパンっていう会社があるんです。そこがマジックを売って、そっちの方が儲かってるんです、ね。なるほど。どん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 そっちに行っちゃって、テーブルトークを扱う雑誌とかもなんかね、はいはいはい、MTG 特集とかしちゃって、このままテールブックが掘るんじゃないかとかみんな心配したんですよ。なんだけどインターネットが入り出したんで、のそうはならなくて、検したかどうか分かんないけど、まあ、細々と続くみたいな感じなんですね。なんかそのゲーム自体の面白さってやっぱ特有のものがあったり、はい、そうじゃないですか。そういう意味でなんかあんまり、なんていうんですかね、廃れないというか、うん、その多様化したからこそ立ち位置があるみたいな、はい、ありますよね。そうね、面々と略々面々となんかこう続くけど、うんうんうん、爆発的には増えないっていう状態が多分ずっと続いてますね、きっと。なるほど。なんかその、やりたいですね。勉強会と名をつけて。うん、はい。TRPG ガッツリだとあれかもしれないんで、うん、まずはボードゲームとかやりつつ、いいですね、ちょっと1時間ぐらいで終わるようなやつを、はい、ファシリテートやりますみたいな、はい、いいですね、感じで、ちょっとやるっていうのが。ああ、ダメですな。行きたいな。ちょっと、やりますまたこれね、こういうことをポッドキャストで言うとね、現地取られるみたいな感じになるんであれです。ちょっと考えます。はい。ということで、結構いい感じな感じなんですけど、はい。なんか、ざっくり、そうですね、まず TRPG、まあメインの話題だったんですけど、はい、これちょっと言ってないんだけど、言わせてくれみたいなことあれば。そうですね。世の中の作品で、ね、テーブルトークが実は出てくるものシリーズを、バーッと上げたんだけど、まあ、雑学だけど、なるほどなるほど。そうですね、
ロード・オブ・そうね、ロード・オブ・ザ・リングは、あれはイビアノタリっていう原作があって、うん、あれはもうテーブルトークスがバイブル扱いのすごい有名な話なんですね。はいはいはい、あの映画はすごく出来が良くて、うん、テーブルトークファンも絶賛みんなしてる、うん、みんな感動して、うん、これだって。あと、フェイトとか、はい、まあ、さっき名前出したクトゥルフとかはなんとなくイメージつくんですけど、はい、そうですね、ET っていうのが最初に言ってた、はい、はい、あの有名な ET ですね。はい、冒頭で主人公たちがボードゲームっぽいものをやってるんです。あれ実はダンジョンズ・アンド・ドラゴンズだっていう話、うん、結構これ割と有名な話なんですよね。うん、あ、でもそういう意味で言うと、うん、ルーカスはやってそうです。そうそうそう。なんか、スター・ウォーズとかも、ある種そういう。うん、ねえ、だってスター・ウォーズなんてね、男の子の妄想から生まれてるんですよね。そう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 。まさに。インディ・ジョーンズとかもある種そうですよね。ね、そう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 。その、遺跡が出てくる感とか、冒険感とか、はい、そうね、あのあたりはまさに、うん、そういう系統感じ。インディ・ジョーンズ RPG 確か英語だとあったような気がする。ああ、本当ですか。へえ、なるほどな。そっかそっか。まあ異世界転生系とかもまさにそうですもん、ね。そうですね。小説家になろうで有名な異世界転生って基本的にあの異世界のイメージってテーブルトークとか、MMORPG とかの辺がこうお約束になってますよね、うんうんうん、もうね。まあ、そじゃあさっきちょっと話に出た、ラノベ、角川スニーカー文とか、はい、ファフジミファンタジアとかで言うと。はい、まあ、その、ロードストー戦記とか、はい、あとは、風の大陸。風の大陸。とか、片桐川聖さんですね。はい。あの人、サークルの先輩なんだよ、実は。あと、忘れちゃったな。その、ロードスとか、あの辺でめっちゃ有名な、はい、なんとかクエストだったかな。フォーチュンクエスト。そう、フォーチュンクエスト。あの辺はまさに、そのあたり、ね、あ、そうですね。フォーチュンクエストはもろに、テーブル特風の世界ですよね。ね、っていうのはあるなと思って。うん、なんかそこからやっぱスレイヤーズとか、オーヘンとかっていうところに行って、はい、で、最近のナロー系とか、はい、あとあのデートアライブとか、その現代風な舞台にすると、彼かな、彼氏彼女の事情、はいはいはい、あ、それは僕知らなかったな。あ、そうなんだ。あれ、それナロビじゃないかな。僕今違う作品を見たかもしれない。と、冴えない彼女の。あ、冴えかのね。とか、冴えかのか、はい、とか、あとこの間ちょっと話しましたけど、俺がいるとか。あ、俺がいるね。あのあたりも結構、ファンタジーじゃないですけど、うん、なんか、その、舞台として現代を用いつつも、はい、物語としてっていうところで、うん、没入感とか、ロールプレイ的なところを考えると、うん、なんかあるあるってところはあったりしますよね。うん、そうですね。普段、まあ、僕の目も引退しますけど、テーブルとかやってるとですね、こう、なんか、アラミとか漫画とかアニメとか見ると、うんうん、物語の構造を考えちゃうんですけども、瞬時にも。あ、今のキャラは主人公キャラだなとか、こいつは主人公2番目だなとか、3番目だなとか。あの女の子は今回陰のゲストのキャラだなとか、多分毎回これでも出るなとか、ね、なんか頭の中になんかこう人物構成図ができちゃったりして、もう自動的にやっちゃうんですよね。だからつい IT エンジニアの文脈に話を持っていたんですけど、はい、最近ちょっとあのシステム思考みたいなことをちょっと学んでいて、はい、あ、システム思考、なんか今その話を聞いていて、はい、こういう構造なんだなとか、うん、その構造で物事を見るっていうのは、はい、なんかそういう文脈を今すごく感じました。なるほど。TRPG ゲーマーの病みたいなもんですね。いやーでも大事ですよね。うん、あのこの人に根回ししときゃいいなみたいな。現代社会でも役立つ。うん。ありそうですね。なるほど。TRPG 的にはそんな感じで。はい。大丈夫ですか。大丈夫です。なんか全体的に、あ、これ言わなきゃいけなかった。これ言わなきゃいけなかった。ちょっと言わせてくれみたいな。言わせてくれ。うん、全然。そういえば、アウズライフもさ、最初の頃はなんか、はい、ツイッターアイコンとの依頼の話とかを、確か皆さんされていたかな。あ、ジャレミーさんとか。そうですね。あの、そう、ジャレミーさんの時は、そう、ゲームのキャラなのかなって思ったんですよね。はい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 。っていうところで言うと、イワシモンさんあれですよね。はい。あの、緑色のドラゴンみたいな絵です。うん、由来なんかあるんですか？実はあります。はい。僕が主に活動していたテーブルトーク RPG のあるシステム、ですね、サイバーパンクものなんですけど、はいはい、東京ノバっていうシリーズがあって、結構そのサイトでは会話で有名だったんです。はいはい。で、その中で僕の作ったシナリオがいくつかありまして、うん、その中の一個にですね、舞台サイバーパンクなんだけど、すごくファンタジーっぽいシナリオがあって、歴史上に隣接の名を残す英雄たちが探し求めたという夜の聖杯を探そうっていう、はあ、聖杯戦争じゃないんだけど、はい、聖杯探索する。フェイトっぽい。戦えないんですかね。っていうファンタジーっぽい話がありまして。はいはい、で、それにですね、ヒロイン役の女の子が出てくるんですよ。うん、錬金術師の子は、うんで。その女の子の連れている使い魔のドラゴンの絵なんですよ。うん、なるほど。お、
当時の友人に書いてもらったのをそのまま使ってます。当時も岩島っていう名前で書いてます。当時も岩島でした。ずっと岩島です。なるほど。もう20年間ぐらい岩島です。わかります。僕も20年ぐらい掘れてて、ね。てね、勉強会に行って、はい、あの、名前なんて読むんですかとか、はい、なんでこの名前なんですかって言われると、あの、反応に困るんで。フォルテはフォルテとしか言えませんね。一応あの由来はあって、うん、はい、昔のゲームキャラが撮ってる、あれなんですよ。ロックマンっていう、はい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 、ライバルキャラクターのフォルテっていう。あ、ロックマン、あ、よく聞いた。あのロックマンのキャラって全部音楽が聞かれたんだって、ロックンロールから来てて、ロックマンとか、はいはい、ロールちゃんとか。で、フォルテはあの、メゾフォルテとかホルテ氏の、はい、あの音楽規模のホルテ。メゾフォルテのホルテか。そうなんです、そうなんです。あの、強いっていうの、はい、まあ、ライバルキャラなので多分そういう、あれなんだと思うんです、はい。があったりして、で、ずっとホルテっていうのを名乗っている。今、ガンダムの人の新たなルーツ知りました。アイコンガンダムなのに名前はロックマン。はい、ロックマンっていう。実は僕、ロックマンと同い年で、はい、ロックマン一作目が出たのが、はい、あの、僕が生まれた年と同じ。おー、なるほど。そういうのもあったりして。まあ、名前つけてから気づいたんですけど、とか。いいっすね、いいっすね。じゃあ、もし、インターネットの大名原をさまよえば、はい、サイトでこのキャラを使った女の子が実は見えたりするかも。ああ、僕のホームページたどれば、あ、なるほど、昔のシナリオの導入ページとかありますね。なるほど。まあ、じゃあ、本人の許可があればリンクを貼るというか、はい。ああ、まあ別になんかです。面白いですね。いや、なんか、人に歴史ありじゃないですか。あ、そうですね。アイコンに歴史あり。まあ、実は歴史は結構僕あります、いろいろ。そのうちなんか、あれですね、はい、どんどん外に出て名前が触れるようになれば、はい、あ、TRPG やってませんでしたみたいな。なんか、どこかでありそうですよ、ね。まだないですか、勉強会とかで。あ、まだないな。あ、ないですね。まだ。あ、エンジニアではないな。ですね、あ、他にあるのでも、ですね、一時期もピクシブで活動していてですね、その時ですね、昔スクエニがやっていたパーティーキャッスルっていう 3D キャラのモデルを作る遊びがあったんですよ。で、そこが面白くて、僕結構テーブルとかのキャラとかを作ったりして絵描いたり遊んでたんですけど、そこの知り合いの方に、あ、あの岩島さんですかみたいな。って言われたことありますね。面白がってるみたいな。すごい。今から10年前ぐらいにリプレイ読みましたとか。へぇー。おーみたいな。すごい、なんか、うん、感動とか嬉しさとか恥ずかしさとか、うん、そうそうそう。あーってなっちゃう。そう、あ、そうですよ。嬉しいけど恥ずかしくて、どうしようみたいな。へぇー、面白いな、俺の黒歴史が、みたいな。いやー、でもなんか、どっかでまた、はい、エンジニアリブートが落ち着いたら、はい、TRPG リブートをちょっと、あ、そうですね。ぜひしていただきたいですね。うん、ゲームマスター結構僕経験あるんで、もう腕には覚えありますけど、だいぶリブっちゃったけどね。なんかそういう、その、まあ、無理にモダンにする必要はないんですけど、はい、今時っぽい感じで、ちょっとなんか、IT を使う必要もないんですけど、はい、助けを借りつつとか、うん、なんか、さっき言ったように、ちょっと短めの、はい、サクッと終わりつつ、美味しいところは触れる感じとか、はい、あとはなんか VR とか AR とか、インターネットとか、うん、なんかその辺をちょっと感じを取り入れたのなんかできたら、そうですね。面白そうです ですね。なるほど。じゃあ、そんな感じですかね。はい、そんな感じで。はい。じゃあ、まずこのポッドキャストの告知からしていきますね。はい、このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけど、ちょっとハードル高いなとか、まあ、なんか全然話せることないなーって人でも大丈夫です。今回みたいな、趣味全開の話、はい、大歓迎なので、ぜひぜひ、ご気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡をいただくと、まあ、3ヶ月から半年ぐらい、お待ちいただく場合がありますので、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見を募集しております。ツイッターでハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。なお、配信ページの下の方に実はお便りというボタンがあってですね、そこからあの Google フォームでお便り送れたりするんで、なんか普通オタがもし余ってきたら、普通オタ読む会とかもやりたいんで、よかったら送ってみてください。これ多分知らない人が多いと思う。ああ、今押しました。はい。お便りがある。あとはポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというものを運営しておりまして、ディスコードというボイスチャットとかテキストチャットができる環境で、
まあ、ポッドキャスト好きが集まって、こんなポッドキャストがあるんだよっていう感じで、紹介したりとか、ポッドキャストの公開収録をやったりとか、あとはポッドキャストの公開聴取会、配信されたポッドキャストをみんなで同じ時間に聞いて、チャットでワイワイ感想を言い合う会みたいなのをやってますので、配信ページにリンクあると思いますので、興味があったらぜひぜひ参加してみてください。あと、この回を技術書店の前に配信するので、ぜひ技術書店6で、私、始める技術、続ける技術という、技術書を出しますので、ぜひ、絵の18、岡ロボさんで販布しますので、よろしくお願いします。パチ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 。ありがとうございます。というわけで、番組と私からの告知は以上なんですが、はい、何か岩島さんから告知があれば、はい、自分自身についてですね、まあ、大したことはしてないんですが、ツイッターとブログをやってるのでお気軽に、ついていってください、はい、ちなみに僕のブログが、R のつく財団入り口っていう不思議な名前なんですけど、これがですね、僕が昔やっていたテーブルトークのホームページが、RY 財団っていう名前なんですよというどうでもいい補足をしておきますロケット団とかかと、ちょっと。ああ、そうですね。あれ、まあ、どうでもいいネタがまたありまして、はい、僕の黒歴史が。なるほど。はい。すいません。あとは。いえいえです。あとはそうですね。時々イベントとかにも行ってるので、まあ、どっかで遭遇したら、お気軽にお声をおかけください。あとは、技術拠点で言うと、やっぱり、始める技術、する技術が、一番もう、惜しいですね。はい。いただきたいですね。はい。はい。あとは、親方さんの勉強会っていう本に、僕も、まあ、アンケートですが、ちょっと実は寄稿をしています。うん。あとはですね、界隈で有名なカロテンさんという面白い人がいまして、以前、デザインパターンなのにエモいという、すごく面白い本を出してるんですが、うん、その人が今度、三月期っていうのかな、人月の神話とかをあれをモデルにした、プロマネの関係の本を今度出します。で、これに取材協力という形、実は僕協力をしてまして、なるほど。はい。楽しい。プロマネの話とか、過去に遭遇したやばいプロジェクトの話とか、うん、しました。まあ、半分は飲みに行っただけなんですけどね。なんで、カロテンさんすごく面白い人なんで、うん、きっと今回もすごくエモめな本に、なってると思いますので、皆さんどうぞお買い上げください。はい。って感じですね。はい。あとは、あれですね、挫折類の紹介ありますね。あれも寄稿とかさ。寄稿はしてないんですが、ちょっと僕のブログに感想が載っちゃったりするかもなぁ。なるほど。とちょっと言っておきます。挫折類の招待もじゃあ、ぜひぜひ。はい。親方さんは多分、あの1かな、はい、今回。ちょっと違ったらあれなんですけど、はい、あのところにいて、ちょっと他の人のブース番号わかんないんで、はい、ぜひぜひ、技術書店のサークルリストを見ていただいて、番号を確認していただければいいかなって思います。一応リンクには、技術書店のサークルのリンクは貼っておきます。はい。はい、じゃあ、最後にエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話なんですけど、はい、2回目ですか？そうですね。しがないラジオについて2回目ですね。はいはい、どうでした？あの、全く緊張せずに楽しく過ごせました。特に楽しいがテーマなんで、うんうん、余計楽しくなるので緊張せずに話せると思いますね。あと今回オフラインで2人対面なのをお願いしたんです、うん、やっぱり対面の方がやりやすいなーってちょっとありますね。今まで青空FM聞いてて、やっぱオンライン収録になるから、ちょっとお互いが話をする、待ってる瞬間ってちょっとあって、あ、ちょっとこれ待ってるのかなみたいな。なるほど。しょうがないですよね。うん。完全に私の編集ミス。いやいや、そうなんですけど。はい。うん、やっぱり顔を突き合わせてやった方が、うん、少し心配な人はやりやすいのかなとちょっと思いました。そうですね。その楽しいことを話すっていう部分と、あとこのアドライフ M ってそのポッドキャストに出るっていうところのハードルを下げたいっていうのも実は目標の一つとしてやっていて、オンラインをメインにやってるのも実はそれなんですよね。なるほどなるほど。例えば家庭の事情、はい、そのまあ、ご結婚とか子供がいるとか、うん、あとはちょっと東京とかこの辺から離れて住んでると、うん、まあ、出てくるのしんどいよねとかってのもあったりすると、うん、オンラインでサクッとやってみたいなのもあったりとか、はい、あとはそのマイクとかなくても iPhone の、 あの付属のイヤホンマイクとかでもいいですよとかって言ったりするのも、はいはい、そういった部分があったりするんで、なるべくこうハードルを下げて楽しく話してもらうっていうのを結構やってるんで、まあ、今回 それはそれでオフライン環境で、はい、ハードル下げて収録できたっていうのもすごい良かった、はい、楽しく収録できた。錬金術ラボを初めて拝見しました。錬金術ラボをリンク貼っとくんで、これが錬金術ラボみたいな。もうなんかね、無意味にピカピカ光るなんかメーターがついてるような、はい、機械が壁に並んでるみたいな、ね、はい、そうですよ。オカリンのラボが負けないぐらいのねヤバさですよ、もう。はい、はい、そんな感じです。はい、じゃあ楽しいってことが出てきたんで、はい、私としてはもう9大点ということで、本当にどうもありがとうございます。いや、とんでもないです。はい。
ありがとうございました、今回は。じゃあ、第24回目ですね。第24回目は、ゲストに岩島さんをお呼びしてお送りしました。はい、岩島さん、どうもありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。